もうまあこっち向いて2して、はい2。皆さんこんにちは、リリアです。2歳になったモモアです。今日はクリスマスのイブの日です。お、すごい反対だけどすごいわ。チョキチョキしたのすごいね。カッティングしたの、カッティングしたのすごいね。ダディと一緒に、ダディも今お料理してるもんね。調理が変わらず、本当に毎日変わらず14週なんですけど、朝から入って気持ち悪くて、まあでもね今日は食べれましたね。食べれたんだよ。で今日は朝からなんやかんやすごい忙しい日だったんですよ。家でね、家でちょっと二重窓っていうのかな、そういうのをやるっていうんで、ちょっとその打ち合わせみたいな人が来てくれたり、あとは何それ。あとはね、ももは今日パパ来たよね。パパっていうのはグランパなんですけど、ももはからするとグランパ、若いグランパで、私の父なんですけど。実は今日ね、すごいフレッシュな大根とか白菜を持ってきてくれて、ちょっと一緒に見に行きましょう。ちょっと私歩くのすごいきついんですけどね、ちょっとね、はいよいしょよいしょ。実はこんな感じですごいフレッシュな白菜、大きな白菜2つと大根3本持ってきてくれました。すごいいっぱい。まあちょっとこれクリスマスじゃないわ、放送誌がそこにね、この誕生日のあったのでやってみてるんですけど、すごい白菜と大根の量に驚きですね。よいしょ。ではでは戻ります。そして実はこのおもちゃたちは、実は先ほど昼間になりますね、昼間が一瞬、祖父母が10分ぐらいかな寄ってくれて、こんな風にもうまあこっち向いて2して、はい2。オッケー、いい感じです。これを買ってくれたんだよね。買ってくれたじゃない、プレゼントしてくれたんだよ。あーちゃまといいちゃま、そう、あーちゃまいいちゃまがももあのひいおじいちゃんおばあちゃんですねがクリスマスプレゼントにこのおままごとセットを買ってくれました。すごく実は娘が前にね、プレイコーナー、子供の遊べるスペースみたいな、どこでもよくあるようなショッピングモールにあるような、ああいうところに行った時にこういうおままごとにね反応してた時期が1歳ぐらいであって、なかなかちょっとずつ、例えば大根とかそういうお野菜セットみたいなの少しは買っていたんですけど、でもすごい少しだったので、これを機にねいっぱいになってすごい喜んで、娘がもうすごい遊んでますね。くれた時からもう1時間ぐらい遊んで、それでさらに今公園から帰ってきてまた遊び始めてます。アポ電気ヤミー、スイート。これ実は磁石になってて、あのね、なんか靴のビリビリみたいな、ああいうマグネットタイプじゃないんだよね。その本当の磁石が真ん中にプチってこう入ってるから、すごいいいなーって。でもなんか面白いのがさ、ちょっとジャンルが違うのかなね。なんかこのマッシュルームとかはリアルなのに、いきなりこういうタコさんがいたり、なんかそれはすごい面白いですね。かわいいおもちゃで、キッチンもうちにあるので、キッチンと一緒に遊ぶんじゃないかなと思ってます。でこのねやつはモマの誕生日プレゼントに、同じくモマのひいおじいちゃんひいおばあちゃんからもらったもので、すごい毎日遊んで、その奥にクリスマスツリーが見えるんですけど、そこでも秘密基地みたいに遊んでますね。お、ネギだ、ネギありがとう。チョキチョキしたの。そうそう、口に入れないようにね。これ詰まっちゃうから買う人は気をつけないとね。よいしょ。という感じで、こんな感じでで、はい、私の喋るので私の画面に切り替えました。すごい気持ち悪くて、朝からいや、てか昨日の夜から結構気持ち悪くて、でも、なんか朝はすごい食欲がなくて、クッキー1枚食べて、なんかそれ甘いものは食べられてだったんですけど、ずーっとおかぼちゃパンプキンパンプキンだで、ずーあれ充電がねで、ずーっと私食べてみたかったサブウェイ実は行ったことなくて、いや行ったことないんだけど、今日初めてサブウェイのサンドイッチを食べました。サンドイッチすごいいきなり無性に食べたくなったので、私は買いに行けないんですけど、買ってもらって食べました。なんか今日は特に気持ち悪いし、食べたいのが全然思い浮かばなくて、ダディがカッティングしてるよ。じゃあオクトパスもカッティングしてあげて、チョキチョキだったので、サブウェイのエビアボカドとツナトッピングしてサンドイッチを食べました。すごく美味しかったんですが、娘がエビがすごい苦手というか、アレルギーかもしれないっていう疑いがあるので、なので夫はバーベキューとモモアのためには、なんか大人用の同じ大きいサイズの、なんか何だったっけな、チキンの腸活サンドイッチっていうやつを買ってて、美味しいかぼちゃスープ作ってじゃん、お願いね、それ買ってて、でも全然食べなくて、そこのポテトがチーズのポテトで、娘はすごい喜んでました。なんかね、結構そうやって外の食べ物に頼ってしまうんですけどね、すごい便利な時代だなって思いますね。本当につわりで何も作らないし、夫も朝ごはんとかも全然作ってくれるんですけど、私がね食べれるのがなくて、全然食べたいものがなくて、いいの食べていいの、おいしい、ありがとう。でクリスマスイブの日なので、私の実家では、年の差兄弟でいっぱいいるので、クリスマスイブのパーティーが行われているんですけど、これからね行われるんですけど、今買い物行ってるみたいで、弟2人と妹1人にも実はプレゼントを用意しているので、ラッピングこれからちょっとして、で私に行きたいと思います。父母の方からモマにもねプレゼントがあるみたいで、すごいモマも嬉しいんじゃないかな、夜すぐ遊ぶんじゃないかなって思うんですけど、で料理とかもちろん作るみたいなんですけど、私気持ち悪いので多分ちょっとしかいけないと思う。とにかくプレゼントだけ渡して帰ろうとは思いますね。ちょっとプレゼントラッピングするわ。もうどこにあるんだプレゼント、上から隠してる、ママの前でやるとやばいか、どうしようかな。今夫はご飯を作っています。ずっと包丁の音が聞こえると思うんですけど、今日はクリスマスだからといって、なんか私も用意できなくて、でも私の気分はすごいクリスマスなので、何を作ってるかというと、ちょっと食べれそうなカレーうどんを最近好きで、私がねまだ食べれるもので、なのでカレーを今作ってもらってる。ホットクックっていうやつで作る、自動調理器っていうのかなで作るので、今まだ切ってる匂いがすごい死にそうなんですけど、まあ入れちゃえばまだマシかなと思います。あとは無限ピーマンがいきなり食べたくなって、あれもちょっと作ってもらおうと。あ、マッシュルーム、おいしい、ありがとう。作ってもらおうと思いますね、これで。私つわり中ですごい気持ち悪いから、洋服とか着るのもう本当に無理なんですよ。でも今日公園に行ったりして、私は公園行ってなくて、車のダディの車でずっとゴロンしてたんですけど、だから一応でもさ、もしかしたらお手洗い行く時とかパジャマじゃ無理だからと思って、この見てこれ、妊婦さん用のズボン買ってアマゾンで購入してこれ履いてるんですけど、すごい、これすごい XL 買ったんですよ。私168cm だしウエスト太いから、なんか XL がいいかなって。もうすごいつわりでね気持ち悪くなっちゃうから XL のやつ買ったんだけど、ちょうどよくて、もっとでかくてもいいぐらいなんだけど、すごいいい感じ。こういう感じ、こういっぱいなんかこうやって絞れるみたいなんですけど、私はもうちょっとでも締め付けられるとついたらマックスにしてますね。気持ち悪い。まあそんな感じで、全然いろいろ動画撮って編集もしたいんですけど、こういう動画しか最近はちょっと編集もきつくて、体調も次第なんですけど、体調が優れない限りはこんな感じになってしまうのかなと思います。皆さんコメント本当にありがとうございます。本当にね、チャンネルメンバーシップの方もね入ってくれてる方は楽しみにしてくださってると思うんですけど、動画がなかなかそっちも編集できず、コミュニティぐらいしか今投稿できてなくて、早くやんないととは思うんですけど、娘はクリスマスツリーが大好きなので、今日はクリスマスツリーの位置をちょっと真ん中にして、クリスマス気分を少しでも楽しもうと思います。夫が実はね、今回クリスマス別にやる、ちょっと家でやればまあいいかなと思ってたんですけど、なんかクリスマスのケーキを予約してたみたいで、実は昨日撮ってきて、そうで、その動画も一応撮ったんですけど、ケーキがねあるんですよ。昨日は気持ち悪くて全然食べれなかったんですけど、PLM パリのケーキで、すごいマカロン生地ですごい美味しくて、後で食べようと、気持ち悪いの治れば食べようかなって。おいしい、おいしい、ありがとう。見せるの？ほれほれ、ほら、どうぞ。やみですね、ももちゃん。ももちゃん。最近やってくれるよね。すごい。気に入ってるね、ももがそれ。こんな感じで、私たちの。クリスマスイブの様子です。皆さんはこれからパーティーでもするのかな。クリスマスってさ、クリスマスイブとクリスマスの日どっち祝うんだろうね。本当に。よいしょ。まあダディの動画も、ダディの動画も撮れればいいんだけど。そうだよ、ダニーチャンネルで撮ればいいの。それ動画、お料理の動画ね。はい、という感じで今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画いいなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。バイバーイ。夢中だな。